Welcome to Gundam Online。 どうもシルビです。出撃する機体を選択してください。まあいろいろありまして、一応代理式だけは初動やっておいた方がいいです。でここを取り忘れる人が非常に多いので、いないでしょ、これね気をつけた方がいい。私結構な回数でここを取らないパターンで初動遅れて負ける、特に右側でっていうパターンが本当にあるんで、気をつけた方がいいです。別にそんな数ポイントなんで、ちゃんと確認してやるっていうのは意識した方がいいです。勝敗に影響しますからね、この初動は。初動の差、これだったら間に合うんだけど、これで初動で取れないと補給出したのに間に合わないっていうパターンになるわけですよ。そんなの絶対に損ですからね。わざと出したのっていうことになるわけね。よし、敵は来たか、北に出したか、あれはちょっと無理だ。まあ初動としてはいいんじゃないでしょうか。ちょっと少ないなと思ったら南行ってたか、やばいな。まだ3はちょっと持っておこう。いい音ですね。サンキュー、フォローし合うのいいね、チームプレーって感じだね。あかん、それはどっちだよ、甘いんだよ。喋ってる間があったら3踏もうぜ。あ、マジか。でも、真面目になんかね、なんでそんなに。あれですよ、もっと気持ちで負けたら勝てる試合も勝てなくなっちゃう。いや本当にこれ、まあ大事ですよ、すげえ大事です。気持ちで負けたら勝てません。
もちろん実力差があったとしてもですよ、そこは士気っていうのはすごく大事なんで、それを下げるような発言は利的行為だと私は思ってます。言わなくていいわけですよ、ダメですよそういうのは、絶対良くない。よいしょ、危ないね、体力少ねえかなこっち。エース降りた。だけどちょっと荒らされてますね、北と南にっていう。さあ踏んだ方が、はい、行って。北だね。行き過ぎ。中央から人が一斉にいなくなるのも良くない、ね、ここによ飛散が安定すれば今回のゲージ差はなんとなるんで。だが当たったな。開け。入っちゃった。お疲れ様です。それは敵がうまいわ。それは敵がナイスですね。なかなかここまで決まるものでもないよ。仕方ないし。ちょっとね、いやまあ単的に言うとやっぱり揺さぶれまくってたんで、例えば北がやばいって、じゃあ北行かないから全員ゴーみたいな感じだったんで、今度次3来るんですよ。今度3来ますから、今度は3を抑えなきゃいけないです。弾がねえんだよな。相手がこっち行こうっていうので、こっちが後手っていう風に動いてるのが分かりやすいですね。今もうこの南やられた、まずい、じゃあ行かなきゃってばらけてる。これをマップ見ると非常にそれがよく分かるんですね。こっちの動きの統制が取れてないとか。卵欲しい。っていう、まあ、全体の流れを見るとそんな感じかな。北はね、基本的に押してもジオとガーベラがメインなんで、連邦アジオンはね、なんだかんだ言って、とか格闘、こういう格闘機なんで落ちても A に届かないパターンが多いんですよ、ジオンだと。で北はね、割と押すんだったら押すであそこで待って、分散させるっていうですね、のならありだと思うんですけど。ナイスショット、いい、今のは仕方ない。相手があと0コンビは相手が遅れてたらこっちの勝利で、北はね、押してもね、そう割れないんですよね。俺は今100、
マーク2がメインの連邦にも言えることなんですけど、届かない行ってもあそこも行っても届かないんですよ。まあ、ちょっと削れるかもしれないですけど、なんでやるんだったら、まあ、北を押した後に3をやるとかですね、まあ、そういう戦術にとってやんなきゃいけないんですが、まあ、それってなかなか難しいよね。わかるんです、すごく難しいです、この息を合わせるっていうのは。こうなるとだけどきついよな。今の過去はグンジョブです、あれはもう仕方ない、揺さぶられた後の過去、悔しいですね、ちょっと悔しいな。ごめんよ、前に 立っちゃったらごめんよ。来てるようで来てなかった。ここはね、4からは来てた。北はね、そこ行くのはパッと抜けなきゃいけないんですけど、今みたいなこの4から行くみたいな、割と待っちゃうんですよね、まあ、これしかない。ん、ヤン、あ、ゲラート、いい救急車ね。そういう動きは結構大事だと思うんですよ。そのなんかで北は押したらここに補給を落とさせない、落とさせて即壊してっていうのもいいんですけど、支援狙撃とかがここまで行ければ撃てるかなみたいな、まあ、ここの距離結構遠いんですよね、届かないよね。だから行くんだったらここ行って、じゃあ次こういう形でっていうので、パッと打って揺さぶるっていうのが、まあ揺さぶり目的であるのは全然ありです。むしろそれがメインですね。まあ、今回核があったのは、まあ、あれも敵が揺さぶ、むしろ敵が揺さぶってきてこっちが揺さぶられて、臨機応変緊急機とかみんな全体的に遅いんで、このゲームはそれでやられてしまったっていうパターンですかね。まあ、理由がある、負け試合には理由がある、勝ち試合には運があるんですけど、運で、ね、こう負け試合を分析するといいです。勝ち試合はなんかなんとなく勝つことってもあるんで、負け試合には大体何かしら理由がある。今回はだけど本当にだから揺さぶれた結果、核が核の決めるためにっていう、いいっすよ、核運搬機もしてえなと思うんですけど、これね、頭ちょっと出てんじゃん、割とあれめんどくさいんですよね。溶けてる、ティ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 、で割とやっぱりサイコザクとかその要は持久力の低い、あ、制約ですね、これは危ないですね、制約ですね危ねえ、死ぬとこだった。持久力のない機体がジオはメインなんで、結構その辺が如実に出たりするんですよね。次の角が来ていっちゃう、敵は明確ですね、やることが。まあ、あの核で勢いついてる、だから核運搬の人がいるんですよ。核運搬のプレイヤーがいるんですよね。これ即、じゃあ俺即核出すわっていう、核運搬機を持ってる人がいます。今減ったのはバックヘッドショットですね。で 1.5 倍のダメージだったんでガリッと減ったんですけど、バックヘッドショットです。
核運搬を、いや、高機動ドームさ、ここにもあった。欲しいんだけどさ、私事ですが出ないみたいな。ピコンピコンなってんな。A は遠いんだよね。だってまだね、私だったら772かな、2を取ればワンチャンみたいな。何でしたっけ、ここ何来たい、パジムさん色が、こういうなんかさ、割と自分で結構オリジナルな色、私なんかこれかなり際どい色なんですけど、際どいっていうかあんま他の機体にないような色なんですけど、カラバリなんかもっと自由に選べてもいいよな、とか自由じゃなくてもいいんですけど、行って、あー、あいつを狙ってたからな、今見えてなかったね、待たれちゃいました。これまずいな、私の機体的にまずいな。まあ、今回はもうちょっとこれかなりあと3分でっていう確保を決められなかったんで、まあ、いやだから核運搬の各部隊慎重に動け、焦る場面ではない。これは危ねっていう、相手が多分スプシでもロケシでもなかった、ビームシュだなっていうだから色気なかったっていう。マジか、後ろ見て、お尻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 マップ見よう私はよくマップ見るんですけど、マップは大事だった。常に開いておいてもいいぐらいだと思いますよ。まあ、結局そこに全部出てるっていう、このゲームは、このゲームに限らず最近のゲームは全部そうなんですけど、レーダーがすごく優秀です、めちゃめちゃ優秀です。うわなんですかね、僕の盾は、まあたまたまなんでしょうけど、なんかああいうシーンで立たれると、俺の盾はお仕事しないんだけどってなりますよね。あー、一心食らった。一心食らった。いや、まあだから、うん、核運搬言えようかな。戦局に影響するからな。あ、結構いったな。軍配入れようかな感じになります。アーズスター、という感じですね。いや、まあ核はともかくとして、全体の流れとして、まず指揮に影響するのを白茶で言うのは良くないっていうのと、マップを見て、次の一手を動いて動く、特に、まあ、今回敵が揺さぶってきたのがすごく印象的でしたね。まず最初に南を襲うか、その後に3取ろうで、3をちょっと取らせて南を襲うっていうですね、その辺の意図がすごくはっきりしてました。はっきりしてるのって大事ですね。別に怒ってるところではない、ただ分析です。3人抜け、まあ抜けんのはまああれです、このゲームは もうちょい厳格にしていいと思うんですけど、抜けに関しては
それはさておき、まあすごくですね、統率っていうか明確な意思を感じられた試合でしたね。こうしてこうしてこうしようで、こっちはあこっちしなきゃ、あ来たこっち来なきゃこうっていうのが分かりやすく、こっちが後手に回ったっていう試合で、それに揺さぶられて精神的にも揺さぶられるんで、ああいう発言が出てくるって感じですね。やべえ来てる敵なんかうめえんだけどみたいな、それを白茶で言う必要はないわけですよ。そこはね本当に気をつけた方がいいです。全体の士気に影響します。それよりも次どうしたらいいかを考えた方がいいです。結構それが大事だと思う。そんな感じでした。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。